はいどうもこんばんは、マシマです。はい、ハッピーナツルデイということで、今日はねナツルの日ということで、ナツル、まあナツとルーシーですね、この二人を書いていこうと思います。はい、皆さんこんばんはです。はい、あのね、ナツルの日といってもですね、これまあ僕が決めたわけではなくて、おそらくファンの方が作ってくれた記念日だと思うんですけども、それをね作者が祝うってどうなのよって話なんかもしれないですけども、まあいいじゃないのね。僕もねこの二人のなんだろうな、カップリングなのか、まあコンビなのかわからないですけど、まあこの二人の関係性がすごい好きなんですよ。うん、まあなのでね、今日はねちょっくらナツルの日に特化したナツルイラストでも描いていこうかなと思っておりますので、はい、皆さん楽しみにしていてください。大変ありがたいですそうですか、はい、お似合いだって言ってますね。はい、え Oh my god, Nat is coming そう、ナツル、日本ではねナツとルーシーのことナツルって言うんですけど、海外ではナルってなんか略すらしいですね。うん、ベストデイエバー今回もね皆さんからたくさんイラストいただいてるんで、それも紹介していこうと思うんですけども、まあ、その前にね、あの、まあ、いつも通りなんですけど、僕が過去に描いた、ナツとルーシーのイラストで、まあ、自分が気に入ってるやつをいくつか発表していきたいなと思いますんで、ちょっとお付き合いください。はい、いきます。ほとんど落書きなんですよね、ほとんど落書きなんですけども、どうしよう、まずはじゃあね、まずはどれにしようまじゃあまずこちら、上からいこう。まずはこちら、はい、これはナツとルーシーのクリスマスイラストかな。いやールーシー寒そうやねこれでもね、実はねルーシーのビキニバージョンもあってですね、もっと寒そうなやつありますもう全然今季節じゃないんだけど、懐かしい。あ、知ってる人いる？これね、マガスペの表紙かな。もう今じゃマガスペって雑誌ないんだけど、マガスペっていうあの雑誌の表紙になった絵ですね。いや懐かしい、覚えてる人いるんだね。じゃあ次行きましょう。続いてはこちら、はい、こちらもナツルっていうか、まあ全員集合なんですけど、でナツルではないんですけど、まあそれでもね、まあ、手前にナツとルーシーがいるんで、でなんか僕にしてはこれ仕事絵なのに結構珍しくラフな感じで描いてるんですよ。これ531話の扉って書いてあるな、これ好きです。あ、知ってる人いる？へー、みんな好きね。なんかちょっとねナツルって感じじゃないんだけど、みんなめちゃくちゃいい笑顔だったんでちょっと選んでみました。はい、じゃあ続いてこちら、はい、こちらもナツルではないんですけどはい、これちょっといろんなね様々なカップリング要素があるイラストなんですけど、これすんごい気に入ってるんですよ。ナツとルーシーに注目したい人は右上ですね。はい、右上のコマでグレイとジュビアがいて、ガジルとレビーがいて、エヴァとエヴァじゃねえエルフマンとエヴァーグリーンで、ラクサスとミラ、これ別に公式のカップリングじゃないんですけど、なんとなくねラクサスとミラお似合いだよって人ね結構多いんでね、こんな感じで、で左上に行ってジェラールとエルザで、次が親子の関係なんだけどギルダーツとカナで、次がウェンディとシェリア、これはまあ友達ですね。で最後左下がゼレフとメイビス、まあ、いろんなねあの関係性がある2人を並べた構図なんですけど、はい、この絵だけで泣けるこの絵好きです。 ありがとうございます。はい、 It's beautiful Thank you。 ガジビーガジビーっていうの？ガジレビー知らんけどグレイジュビア、グレイジュビーはグレイビアって言うんだよね確かね。ジェラエルは、ジェラールとエルザはジェルザだったかな、なんかいろんな呼び方あるのよね。はい、じゃあ続きましてこちら、はい、こちらはね単行本50巻の表紙です。まあこれもなんかそんなにナツルという感じではないんですけど、
まあハッピーもいるしね。ただこの3人の関係ってやっぱすごい好きで、これね、一巻の構図を別のとこから書いたみたいな感じのね、リメイク絵になってるんですけど、めちゃくちゃ好きです。ありがとうございます。表紙だ、そうです、表紙です。はい、そう、一巻のリメイクなんですよね。これ好き、一巻オマージュ、そう、セルフオマージュ。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いてはこちら、これ結構レアですよ。はい、こちらね、これカフェのなんかカフェのなんかで、これ夏とルーシーの単体イラストはそれぞれあるんですけど、2人が手をつないでる絵っていうのを特別に1枚描いたんですよ。これ結構レアですよ知ってる人あまりいないでしょ。え、グッズ持ってます？あ、そう、あ、知ってる人いるんだ、かわいいキャラームカフェ、そう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 、かわいい、グッズ持ってます。あ、本当？あ、そうなんですね。あ、結構じゃあファンの間じゃ持ってる人いるんですね。はい、じゃあ続いてはこちらです。はい、こちらはなんだろうニュープレって書いてあるけど、何に使ったか覚えてないよな。はい、ナッツとルーシーとなんか月にハッピーがいる謎のイラストなんだけど、ニュープレってなんだろうな。ナツルハピそうそう、はい、ハッピー、 What's the P これは多分配信じゃいないんだろうな。 What's the F word そう、キュート、 Thank you、 かわいい、ハッピーがウサギ、猫ね、謎のイラストです。さあ続いてはこちら、これツイッターの落書きですね。なんでこんなん書いたかあんまり覚えてはないんだけど、書いた経緯はハロウィンなのかな、わからんけど、ちょっと日付入れるの忘れたんでね、右下のところね。うん、ちょっとなんか謎なんですけど、日付入ってないよね。なんだろうな、ハロウィンなのかな、なんか夏がヴァンパイア的な感じで、ルーシーの血を吸おうとしてるみたいなシーンの落書きです。ハロウィンで書いてたかと、ああ、なるほど、これめちゃくちゃゾクッとしたハロウィンです。 So hot! So hot! ホットって言い方もあるんだね。じゃあ続いては、こちら、これもね、ツイッターの落書き、これなんかあの漫画界4コマ漫画みたいなの書いて、そのオチなんだけど、原始時代のね、なんか漫画みたいなの書いてツイッターで、そのオチでナッツがルーシーを食料としてイグニールの元に運んでいるっていうねはい、そんな感じのねコマなんだけど、これは一応ね、あれなんですよ、前に何コマかあるんで、これだけ見ても何ぞやって思うかもしれんすけど、はい、あ、気になる人はね、探せんのかな、ツイッター、僕のツイッターあたりは出てくるかもしれないです。はい、でこれね結構好評だったんで、あの読み切り、もうすごいぶっ飛んだ読み切り1個書いちゃいました。あの石器時代の読み切り石器時代パロって読み切り書いて、うん、いや、なんかちょっとやりすぎたかなって反省してる読み切りの一つだね。あのフェアリーテールって軒並みあの読み切りとかがね、 OVA、 あのなんだろう、 OVA だったっけな、講談社だと OAD って言い方なんだよな、分かりづらいけど、OAD、OVA、まあ、オリジナルビデオアニメ作るんですけど、これだけはアニメ化不可能でしたしてくれって声多かったんだけどね、いや、さすがにね、ちょっとね、ひどい内容だったんで、どっかで読めんのかな、これ、わからんけど。はい、じゃあ続いてはこちら。はい、これもいつ書いたか覚えてないんだけど、すげえなんか好きっすね、これ、むぎゅってしてる感じ読めますよ。あ、どっかで読めるんだ。へえ、アニメ化できなかったか。あれはちょっとね、厳しいんじゃないですかね。はい、むぎゅーってね、そう、なんかちょっとね、これな、ツルーって感じするよね。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いても落書きなんですけども、こちら、はいこれも なんか謎だよね、なんなのこのシチュエーションって思うんだけど、これね、実は一個、もう一個対になってるやつがあって、このナツとルーシーの立場が逆になってるやつがあるんですけども、うん、まあ、ちょっとね、配信で女性を咎めるような絵はどうだろうと思ってこっちにしました。はい、続いてはこちら。はい、これもね、ツイッターで書いた漫画のある一コマなんですけど、いや、とてもね、これもね、暴走しすぎてね
暴走しすぎてすごいひどい漫画になったんで、これもねツイッターさればれば読めるんだけど、まとめてくれてる人とかいるかな分からんけどね、うん、なかなかね過激な漫画になってしまったんでね、ちょっと全部は載せられないんですけど、はい、ツイッター漫画の一つ。はい、そして続いてこちら、これもツイッターの落書きです。まあ俗に言うゲンパロウってやつですね。はい、一回フェアリーテールなんかゲンパロウのね読み切りやってるんですけどね、そのイメージですかね。うんね、学生服着た夏とルーシー。はい、そしてもう一個同じくツイッターから、これもゲンパロウですね。これ結構新しいね、2022年って書いてある。ね、なんかルーシーの家庭教師をしてる夏みたいな、よくわからんなんだけど、夏が何を教えんだよって話だけどな夏が何も教えることないだろうって、逆だろうって感じだけどね。はい、そしてじゃあ最後はこちら、今回ね、ちょっと待って、ちょっと開きすぎて開けなくなったわごめんちょっと待ってください。よいしょ、今回はこちらです。最後こちら、はい、今回ねサムネに使ってるこの絵、これ2019年の夏ルーエってのが書いてあるんですけど、これもめちゃくちゃ気に入ってますね、なんか知らんけどメガネ夏最高、かわいいかわいい、ありがとうございます。はい、They are so cute、 Thank you、 かわいい、あ、英語でかわいいって言ってくれてるのもありがたいねはい、好きですこれ、ありがとうございます。はい、というわけでね、今まで描いた夏ルイラスト、まあいっぱい、もっといっぱいあるんだけど、とりあえずパッとね出てきたやつを紹介しました。今日はね夏ルの絵をさすがにねがっつり描いてきますんで、はい、ちょっとお楽しみにしててください。ちょっと待って、今全部消してる。はい、夏ルの絵を描いていきますよ、こちらです。はい、今回描いていく絵はこちら、下書きは済ましております。これにペンを入れて、色もつけようかな、色もつけるとこまでやっていこうかなと思います。はい、ちょっとね時間かかるかもしれんけど、合間にねみんなのイラスト紹介とか挟んでいくんで、はい、早速じゃあやっていこうかな。あ、そう、イラストねたくさんありがとうございました。めちゃくちゃいっぱい来ました。下手したら夏の時より来たかもしれん。なのでね、本当に申し訳ないんだけど、今回も全部は紹介できないんですけど、あの、いくつか紹介しようと思っておりますね。早速じゃあやっていこうかな。曖昧までね、そのイラスト紹介挟んでいこうと思うので、あとね、いつも言ってんだけど画面ぐるぐる回すんでごめんね。さあ描いていこう。なんだこの絵って思うけど、まあ、ちょっと俺もよく分かってないさっきのさ、ムギュってしてるなんか夏とルーシーの絵見て、またああいうの描きたいなと思ったんだよね。なんかもうなんかこうアップでさ、デフォルメキャラじゃなくてなんかこう顔をギュってやってる絵あまりないかなと思ってですね。うん、そうキュート、夏るって本当友情よなそうなんすよ、そうなんすよ。僕この二人の関係性がすごい好きで、まあ、中にはねそのカップルとしてなんか進展させてくれって人もいるんだけど、まあ、そういう気持ちもわかるんですけど、なんかこの今の関係性がすごい好きなんですよ。なんかあの夏ってルーシーに対して結構懐いてるというか、もうグイグイ行くんだけど、たまに塩対応みたいなところとかねなんかこの二人の関係好きなんですよ。っていうかそもそもね、僕少年漫画でこの主人公とヒロインっていう関係性がもう大好きなんですよね、まあ、カップリングとかその仲間関係とか問わず、主人公とヒロインというその関係性がどんな作品でも好きですね。うん、まあそのね、ヒロインとか主人公いるか、まあヒロインっていうそういうなんだろう、くくりがない作品もあると思うんですけども、基本的にそのヒロインってものが出てくる作品では、僕は本当に主人公ヒロインのカップリングなのか分からんすけど、2人の関係がいつもドキドキしながら見るタイプなんで、自分の作品にもそれを求めていると言いますかね。はい、あ、でもこんなでかくお二人描くのはね久しぶりかもしれないですねって言いながらいつも配信で描いてんだよな落書きも後でやろうか、時間あればね。これ以外ね見たいって人もいるもんね。
ずっとこればっかり返してたら多分相当暇なんで、はい、たまにねコメントも、あ、そこ絵描いてるとねあまりコメント拾えないの申し訳ないですね。たまに拾います。うん、拾おう。めちゃかわめちゃかわ、あざす。ヒロ様あざす。ちょっと、あ、いいか、すいません、書く位置が下すぎました。これ僕の癖ですこれね、先週も言ったんだけど、あのタブレットがでかすぎてですねなんか下の方に、ね、持ってくる癖あるんですよ。ちょっとあとマイクの位置とかもあってね、ちょっとこれぐらいなら見やすいかな。これぐらいで、じゃあすいません、書きます。ちょっとなるべく移動をあまり使わないようにして移動でね、こう下の方に持ってくるっていうのが癖なんですけども、あまた無意識で回転してる。まあそれはちょっと許してくれ。あんまりもたもた書いてるとね時間なくなっちゃうんで、ちょっと回転とか使いながらちょっとね時短して書いていきますんで。この間ね、この間とか昨日か、なんか絵を早く描くコツみたいなね動画上げたんで、気になる人はチェックしてみてください。まあそこでも言ってるんですけど、あの画面を回転させることによってですね、自分のあのなんだろう、得意なフォームっていうのかな、自分の得意なストロークに持っていけるんですよ。自分が一番描きやすい線の角度にこう持っていって、線を入れることで時短につながるって方法が一つあるんで、あのね、あれですね、自分が絵描くの遅いとか思ってる人はぜひね試してみてほしいです。また下の方行ってた、無意識だな。たまにこうね配信の画面を見ながら確認しないとついつい下の方に持っていく癖がありますね。これでもペン入れはすぐ終わるんじゃないかな。まあこのね描き慣れた2人だしね、そんなに時間かからんでしょう。うん、それにちょっとそんなにねめちゃくちゃ丁寧には書かないです。あの仕事じゃないんではい、落書き配信の一環なので、そんなにねめちゃくちゃ仕事で使うような丁寧には書かないです。それ書いてたらほんとね時間いくらあっても足りないんで。カラーってね、実際あの仕事で使ってるカラーってね、配信内で終わるぐらいの速度じゃ書けないんですよ当たり前ですけど、はい、まあ書ける人は書けるんでしょうけど、僕は無理ですね。もうちょっと時間かけますんで、ちゃんとしたね仕事へとなると時間かかってしまうんで、今回はもう結構落書き寄りの結構雑な感じでね、雑というかラフな感じで仕上げていこうと思いますんで、そこはちょっとねご了承ください。なんかね、あの仕事用の絵を配信してる方もたまにいらっしゃいますよね。うん、すげえなと思ってたまに見るんですけど、よくみんなね喋りながら描けるよね。これちょっとねこう喋ってるとね、じゃあ違う、描いてると喋れないんですよ本来。まあちょっと無理して喋ってはいるんですけど、どっちかに集中しちゃうんですよね。喋るだけなら喋るだけの方が楽だしね、描いてるんだったら描いてるだけの方が楽ではあるんですけど、これなんか無音ってわけにもいかないんでね、まあ一応なんか BGM は流れてると思うんですけど、無言でなんかずっとねこれ書いてるわけにもいかないんで、ちょっとペラペラ喋っておりますけど、すいませんね、本来僕話下手なんで、うん、会話の内容とかはちょっとね全然あれかもしれないですけど、まあ、なるべくこう無言にならないようにやっていこうと思います。はい、夏のマフラー書くコツが知りたいです。なんだろう、あまりないんよね、適当ですよはい、あの四角を作っていけばいいだけなんですけど、これ一応設定上鱗って設定なんですよ。なのでそうね、一番簡単なやり方はね、このマフラーがあってこうやってまあ線を引いてですね、こうやらないことですね。これやるとなんかもう普通のチェックになっちゃうんで、こういうふうに書かない。横の線はまあこれでいいとして、縦の線はこうちょっとね、あの線にくっついたりくっつかなかったりみたいなのを意識しながら描くと、ほら不思議と若干立体感出てるように見えるでしょうん、こんな感じでねマフラー描いてます。おい、ワンポイントレッスンレッスンなのかわからんけど、はい、
かで線をつけたりつけなかったりすることでね、立体感が出たりするんで、ちょっと試してみてください。なんか線振ってえな。まあいっか、落書きだし、ちょっと線振っといんだけどちょっと線振るんだけど許しちゃってください。ん、ありがてえ夏ルはくっつけて線はくっつけない。なるほどうまいね。そうね、そうそう、ちょっと顔のあたり描こうかな。顔のあたり描いて、あ、髪の毛か、髪の毛描いて、また下の方行ってる。はい、すいません。なんか下の方に行ったらアラーム出るようにしてほしいなコメント、これ絵描いてる最中さ、ちょっとコメント拾えないからさ、下の方行ってるよってのも気づかないんだよね、もし言われても。なんかアラームつけたいな、下の方行ってるでっていうアラーム。そんなアラームねえよな。さてさて、顔描いていこうかな。夏の顔描いていきます。はい、位置大丈夫？大丈夫。あ、なんかすげえ横だった、ごめん。でもね、描きやすいのよこういう角度にした方が、うん、いや多分ね、このままでも描けるんよ、描けるんだけどね、若干ちょっと遅くなる。画面回さないと、その分なんか、なんだろうな、なんつうの、その分ね、線に迷いが出ちゃうのかな。自分の得意な線が描けなくなっちゃうから、画面回さずにも、まあ、一応こうやってね、描こうとも描けるんだけど、その分少し遅くなってしまいますっていう。うん、あ、そうだ、全然関係ない話だけど、僕ちょっと特技あるんですよ何の話だって話かもしれんすけど、僕ね、絵によってはなんですけど、逆さまでも描けますよもうほんと絵によってはだけどね、さすがになんか精密のやつは逆さまに描けないけど、簡単な絵だったら逆さまでも描ける自信があるとか言って、描いてみたらひどいことになりそうだけど、ちょっとやってみていい？ちょっと待って、ちょっと新しいキャンバス開くね。ちょっと逆さまで描きますよ。まあ、簡単なやつから、しっかり描こう。簡単なやつからね。ハッピーはね、多分か逆さでも普通に描けます。あ、怪しいかも。ああれあれ怪しいかも。いや、描けるはず。うん、こいつはそんなに難しくないでしょ。ほら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 、全然可愛いでしょ。もうほら、普通のハッピーじゃんねえ、おい、ちょっと人間行ってみる。多分人間もいけるよ、普通に。うん、人間も全然余裕だと思うよ。余裕かどうか怪しいけど、全然人間も逆さまに描ける自信はあるよ。画面回転を使わずに、こう逆さまで人間を描いていく。なんかいけるいける。怪しいかな。怪しいかもしれんぞ。自信あったんだけどな。ちょっと怪しいかもしれん。ちょっと修正していい？しかもこれ誰なんだ誰だこれ。じゃあ、いや、式ってことにしとこう。うわあれうわ、怪しいかもしれん。どうだろう、なんか長えなあれ、なんか長え。ちょっと全然ダメじゃん。うわ、ごめん、嘘つきました、すいませんでした。はい、続き書いていきます。さて、何に書いてたんだっけ。あ、夏の顔が終わって、次ルーシーの顔描こうか。一緒と。
あれピアスつけてたっけ、こっち。つけ、まあいいや、つけとこう。十分すごいです。ほんと？あざす。やっぱでも難しいね。逆です。なんか横とかならね、逆に簡単なのにね。っていうか、なんか横にした方が書きやすい時とかあるのにね。逆さまはやっぱ難しいよね。謎の現象だよね。うん。なんかむにゅってしてる感じがいいな。ね、このむにゅってしてる感じ。お前らさーってイチャイチャしやがってこの野郎ってな、まあ、いいじゃないですかね。本編もう終わってることだしね。あ、いや、いや嘘、終わってないや。100年クエストやってんだ。100年クエストやってます。まだあのね、100年クエストまだ知らないよって人はね、ぜひ続きあるんで読んでください。フェアリーテールの、うん、そうそう、アニメ化もね決まっておりますんで、まだちょっと先の話ですけど、ごめんね、全然続報なくて。あの前も言ったけど、結構フライング気味に発表しちゃったんで、うん、まあ全然これからなんですよね。なのでちょっと続報お待ちくださいと。そうだ、これね、後でちょっとね、ナツルーのね、ナツとルーシーの書き方講座みたいなの作ったんで、それも紹介しようかな。うん、夏とルーシーの書き方講座みたいなの作ったんですよ。これちょっと、実は別のね、全然、配信とか YouTube とは関係ない企画で作ったやつなんだけど、これなんか配信に載せたら面白いかなと思ってね、一応やっとこうかなと思ってるんですけど、夏とルーシーを書くときのコツみたいなね、そんな、ちょっとしたプレートみたいなの作ったんで、後で紹介しようかな。今回ほんとね、ナツとルーシーのイラストめちゃくちゃいっぱい送られてきたんで、やっぱこの2人の絵描くの好きな人多いんだろうなーって感じたので。俺ナツどこ触ってんだこれ。あ、手か、危ないめちゃくちゃ乳揉んでんのかと思った。手だったねびっくりした。自分で描いといて何描いてんだと思ったら、まあ乳揉むぐらい別にね、もうよくはないけどさ、多分本編でなんか何回かあったんじゃない、そんなようなこと。きっと少年漫画だし覚えてないけど、なかったっけ、ありそうでないのかな。そのさっき言った石器時代の話ではめちゃくちゃ思いっきりやってたんでねいかんいかんってね。一大丈夫、あ、またちょっとあれか、下の子言ってる。はい、こっちは、これっちは夏の手は肩を掴んでる感じ、ガシッとね、肩を掴んでおる感じです。すげえ、ちょっと本当にこの辺適当だけど、ちょっと許したってください。しっかり描くと本当に時間がいくらあっても足りないので、今回はちょっと落書きクオリティということで許してください。はい、あ、この辺なんかあれだな、ごちゃごちゃしてんな。下書きがね、結構ごちゃごちゃしすぎるとさ、自分でも正解の線が分かんなくなるんだよなまあその時は適当だけどさ、まあ大体この辺だろうみたいなね、こんな感じかな。また下の方行ってるね。はい、すいません、癖だねこれね、癖なんですよね。あとちょっと画面さ、ちょっとちっちゃい書いてる部分ちっちゃく映ってたらごめんね。これもなんか癖なんですよ。結構なんか引きにして書く癖があって、逆にさ寄りすぎると書けないんですよね。だからちょっと引きにしちゃうんだけど、ちょっとなるべく寄りにした方がね、みんな見やすいと思うんで、なるべく寄りにしつつ、しかも回転もあまり使わずという、そういう感じでやっていこうかな。これなんだろう、これはルーシーのバストか、バスト部分か。はい、
こういうでもあれだね、あのちょっとストロークが長い線はさすがにね、寄りだとね、あのすごい精度悪いんで、こういう時は若干引きにします。こういうなんか長いストロークの線を描くときは引きの方が、あ、また回してるもういいか、ごめん、回すわ。こう引きでこうね、自分の描きやすい角度に持ってった方が描きやすいです。てかまあ描きやすい部分もあるし、まあこっちの方が早いよね。まあそんな速さが大事かって言ったらさ、そうじゃないんだけど、配信だとね、特にあんまりゆっくりもたもたやってると、もうほんとにいつまで経っても終わらないんで、はい、まあてかもうほぼほぼ終わりじゃん、ほぼほぼ終わりだね。はい、はい、ほぼほぼ終わりです。はい、このストロークの線描くときはやっぱこの角度だよな、この角度が描きやすいんだよなって言いながら描けてないけど、はい、描きやすい角度で描きやすいストロークを描いていきます。はい、よし、もうこれでいいだろう。はい、とりあえずこれでね、線が完成したので、この後ね、色塗っていきます。はい、さてさて、これちょっとね、休憩と言いますか、ここで皆さんからいただいたイラストの紹介をしていこうかなと思います。めちゃくちゃいっぱい来たんで、まあ、さっきも言ったんだけど、ほんと全部は紹介できないです、ほんと申し訳ない。ただ、なるべくたくさん紹介しようと思いますんで、はい、紹介していきます。まずはこちら、あ、これちょっとあれかな、まとめて一気にブワーって開いた方がいいかな、こっからここまでみたいな感じで。はい、いけるかな、この量、いけた。はい、まずはこちら、いいね、これなんだろう、麦畑麦畑みたいなところでおんぶしてる感じだね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら、なんか子供おるんやけどなんか子供おるけどまあいっかね、あざす。はい、ルーシーがね、夏のマフラーしてるのがまたポイントです。はい、はい、続いてこちら、あ、かわいい、なんか綺麗やね、綺麗なイラスト、後ろから光が差してハッピーがなんか写真撮ってますね、2人で寝てるところ、さっきの僕の描いたやつっぽいね、あんな感じ。はい、あざす。続いてこちら、暖色カップル、あ、そっか、言われてみたらそうだね赤と黄色、赤ってピンクとね、黄色の髪の毛の色だもんね。はい、かわいい、ありがとうございます。はい、続いてこちらこれハッピーが人形のナツとルーシーは無理やりなんかブチューってやってますねかわいいね、これめっちゃかわいい、キュートかわいいね、あざーす。はい、続いてこちら、夏るの日いいね、これもなんかかわいい、このルーシーの表情が何とも言えないです、すげえかわいい、あざーす。はい、続いてこちら、これなんかあれかな、夏の、あ、映画のやつかな、夏が韓流化してる感じのね、うん、シャツをルーシーが受け止めてるみたいな絵ですね、ありがとうございます。はい、こちら、はい、こちらも、あ、2人が手をつないでる感じの絵ですね。はい、ありがとうございました。はい、おっと、ごめん、1個飛ばしちゃったおっと、いかにか1個飛ばしてしまった。こちら、はい、こちらはイグニールの上にナツとルーシーが乗っているイラストなんですけど、これよく見るとね、他のドラゴンの上にもね、それぞれのキャラが乗ってるんですよ。すごくないですか、これ。ちょっとね、解像度があれで見えないんだけど、これスティングが乗ってますね。で、ここガジールとレビー、で、ここウェンディね、で、これローグかな、それぞれのドラゴンの上にみんな乗ってるっていうイラストなんですけど、これ本当にね、ちょっと意表をつかれましたね。夏るの日でなんだこれと思ったけど、よく見たらちゃんとここにね、真ん中にナスとルーシーもいるしね。いや、ありがとうございます、ございます、これ対策ですね。はい、続いてこちら、こちらは綺麗な絵ですね、ありがとうございます。なんか空の描き方上手やねうん、いいね、この絵ね。あ、なんだろう、上の方になんか見えてるね、なんだろうね、なんだろう、わからん、
でもめちゃくちゃかっきれい、ありがとうございます。はい、続いては、はい、続いてはこちら、まあ、これも上手つかうまうめえなこれうますぎだろ、ん、めちゃくちゃうまいですね。はい、これ左はなんか原作のワンシーンっぽいですね。右なんだろうな、なんか、あ、でもさっきの温泉のやつか、酔っ払ってみたいな感じのやつですね。めちゃくちゃ上手ですね、ありがとうございます。色の使い方上手ね。はい、続いてこちら、おデカデカといい笑顔のね、夏とルーシー、あざす。はい、続いてこちら、お、これはあれだね、上の絵が原作の1話目の絵かなね、ルーシーを連れ出しているところみたいな感じかな、ありがとうございます。はい、続いてこちら、はい、なんかかわいいなんかかわいいね、あざーす。はい、というわけで、なんだこれ、続いては、まあ、めちゃくちゃいっぱいあるんでね、ちょっとこのここでね、もうちょっと紹介しとこう。ここからここまで、はい、ほんとね、全部紹介できなくて申し訳ない。それでもいっぱい紹介するんで。はい、こちら、なんか色がいいね、2人ともピンクと黄色にね、統一されてめちゃくちゃいい感じの絵です、ありがとうございます。はい、こちら、あ、上手。これなんだ、フライデーされたところか、これフライデーされてるようには見えないけど、喜んでるけど、2人ともね、あざす。はい、続いてこちら、これは寝てるルーシーが夏に入れかかってるみたいな感じかなね、渋い色合いでいい絵ですね、ありがとうございます。はい、こちら、おっと、これは顔が入ってないけど、夏ルーってわかるなんかおしゃれやね、アーティスティックな絵です。はい、ありがとうございます。はい、こちら、おっと、来ました、これそうだ、これ3枚綴りなんですよ、すごいんです、これ、ここからかなね、はい、まずこれ1枚目これやばくないですかめちゃくちゃやばくないですか、これね、え、これ実はですね、エチャですよね、お絵かきチャット、これね、あの先週、あれ今週だったかな、先週だったかな、覚えてないんだけど、先週僕ツイッターのスペースでエチャやってみたいって話をしてですね、あのリスナーさんから教えてもらって、こんなのやってるんですよっつってね、今夏ルーのやつやってるんですよって教えてもらったんですよ、ここ。はい、そんなわけで、これ実はこの中に1枚僕の絵が入ってるんですよ知ってます、これ実は1枚僕の絵が入ってるんですよ。はい、実はですね、分かりづらいか、実はですね、ここ、これ私の描いた絵なんですつうかさ、原作者なのに一番下手まであるからねよくこんなとこにみんな絵描けるね、これすごいね、これマジですごい。あとね、これなんだ、これこれなんだい、これまさかと思うけどさ、まさかと思うけど、これもしかしてあれあのお方の絵、これ違うかな、どうなんだろう、やっぱそうだよね、そうだよね、コメント来てるよね、そうだよね森川先生って書いてあるよね、これそうなんです、これ実はね、初めの一歩の森川先生もね、一緒にスペースやってて、あの2人で一緒にね、こうエチャに突撃したんですけど、その時にあのね、書いたのが多分これだと思います。もうひどいよ、プロの2人が一番下手まであるからね、これやばくないですか、プロの2人より周りの人の絵の方が上手なんよ、これすごいね、ほんとね、みんなありがとうございました。あとね、ちょっと僕が、あと 2枚目見せとこう、こすごいね、2枚目もめちゃくちゃいっぱいある。僕がね、そのツイッターでね、突したことでね、若干ね、あの嵐みたいな行為があったっぽいんで、それほんとね、あの主催者の方とか、ここに書いてくださってるね、皆さん、ほんとご迷惑して申し訳なかったです。ちょっとね、面白がってね、エチャ行ったらブワーって人増えちゃってさ、そのせいでね、嵐がちょっと来ちゃったんだけど、申し訳ない、本当に。はい、これ3枚目、本当にみんなうますぎるんよな、これね。ちょっとは後で一時停止とかしてね、ゆっくり見てください。僕も後でね、じっくり眺めたいと思います。ありがとうございました。はい。
続いてこちら。うわ綺麗。これはなんだろう、夏が、これもなんか韓流化してんのかな、悪魔化してんのかね、わからないんですけど、なんかめちゃくちゃ綺麗な絵ですね。なんか透き通るようなね色使いで、ありがとうございます。はい、あスパチャありがとうございます。スパチャ Thank you。 I send a fan art。 あファンアート送ったってことですね、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてこちら。うわかわいい、これ色使いがいいね、ずっと大好きってね。はい、ありがとうございます。でこちら、なんだろう、このちょっと恥ずかしそうなルーシーの表情いいね、ありがとうございます。はい、続いてこちら。おこれもなんかね、あれだね、ちょっとルーシーが恥ずかしそうにしてる感じだね。やっぱそういう表情がみんな好きなのかなね。ありがとうございます。はい、続いてこちら。うわうまっ出た、うまい、うまいぞ、野生のマシマだぞこれ。塗りが僕の塗りと一緒だぞこれ大人になった夏とルーシーと、これ子供がね、うんね、子供さん、うまいなこれ、塗りがもうほぼ俺なんよ参った、野生のマシマ現る。はい、 ありがとうございます。はい、続いてはこちら。おおこれは何だろう、なんかあれだね、お姫様っぽいルーシーですね。それをなんか捕まえてる夏って感じだけど、えー姉ちゃんいいことしようぜって言ってんのかなこれわからないけどはい、ありがとうございます。はい、こちら、うわ綺麗ですね、何これ、めっちゃ綺麗、これポストカードにしたい何これ、えこれなんか結婚式のさ、ウェルカムボードみたいじゃない、めちゃくちゃ綺麗やね。 ありがとうございます。はい、というわけでまた後でね発表したいと思います。これちょっとこれ消すわこの絵いらん、しかも保存しない、はい、また後でね発表していきますんで、ちょっとこっちの続きをねやっていこうかなと思います。さて次は肌の色を塗ろう。肌の色はね、夏はいつもここがね開けてるんでね、ここの境界線作るとこから始めるんですよ。あと目の境界線ね、うん、あ塗りもねもうあれよ、仕事で使う絵じゃないんでパパパって塗っていきますよ。はい、もう結構爆速で塗っていきます、時間かけないようにします。はい、あまた下の方行ってたね、すみません、なかなかこの癖がね。ルーシーもまず目の境界を作ります。いやこれ仕事で使う絵だったらさ、もうちょい丁寧にやるよ今回もめちゃくちゃ雑だけど、さすがに仕事で使う絵とか、そのクライアントさんから依頼された絵はこんなに雑には塗らないんですよ。これもしクライアントさん見てたら不安になるかもしれないですけど、はい、めちゃくちゃ丁寧にやります。僕がよくね YouTube の動画で言ってる早書きだとか、まあ、そういうのに全部矛盾するかもしれないですけど、時間かけて多分やりますんで、はい、お仕事お待ちしております嘘です、はい、待たなくても結構来てます、ありがとうございます、いつもいつも。はい、はい、こんな感じですかね肌の色は。さてもう影つけちゃおうかな、つけてしまいます。あまた救急車鳴っとるよ、俺の身バレがするってポイントだよこれ見バレじゃねえ、なんつうんだ、住所バレだ、住所バレするよこれ。これあれなのかな、マイクのさ拾う音をもっとちっちゃくすればいいのかな、そうするとあれだね、僕の声もちっちゃくなるんだよなうん、ちょっとこれ難しい問題だ、ちゃんと防音の部屋を作れって話だよな。また救急車、そう前回も救急車になってたね、俺どれだけ治安悪いとこ住んでんだ、治安じゃないか救急車は治安じゃないね、常に警察がなってたらかなりね治安が悪そうだけどね。いや治安といえばですけどね、初めて東京来た時って結構やっぱビビってましたね、東京怖えんじゃねえかっつってね、
相当なんか治安が悪いイメージが、もうだから20年ぐらい、25年ぐらい前だけど、東京ってすげえ治安悪いっていうイメージがね、ありましたよ。実際危ないとこに行ったら危ないんだけど、それはまあどこでも一緒じゃないですか。ね、東京じゃなかろうが、地方だろうがね、危ない地域ってのは多分あると思うんですけど、なんか漠然と東京怖えって思ってたんだけど、若かったんでね、僕まだ10代だったんで、東京来た時がっつり危ないって言われてる地域で遊んでましたね本当にね、あの頃は若かったよ。ああ、こういう若い話をする、またおっさんトークね、すいません、おっさんトークが止まんない年頃なんですよ。あの頃は良かったぜみたいないや、良かったぜってわけじゃないけどさ、今でもいいんだけど、あの頃懐かしかったぜってね、よく言うじゃん。あの会社とかでもおっさんのさ、若い時の武勇伝聞くのが一番面白くないってさよく言うやない。僕その会社勤めしたことないから分かんないんだけど、会社勤めてる友達からよく聞いたことあるよ、そんな話。会社に勤めてる上司、年配の方の若い時の武勇伝ほどつまらない話ないって中には話すのが上手でね、めちゃくちゃ面白い人もいるだろうけど、ついついね、そういう若かりし日の武勇伝じゃないけど、俺武勇伝なんかないからな、ずっこけ話しかないけど、なんか若かりし日の話をついついしたくなっちゃうのはもうおっさんなんだろうなってね、思うよ本当に別にいいんだけど、おっさんだから。いつから抵抗なくなったのかな、おっさんって自分で言うようになったの。30過ぎてくらいからかな。それまではなんかまだお兄さんだって言い張ってたけど、さすがに30過ぎたら自分のことおっさんってもう抵抗なく言えるようになったわうん、いや全然30過ぎてもさ、若々しい人はいっぱいいるけどね。僕もどちらかっていうと若々しい方だと思うんだけどさ、もう40過ぎてっけど、まあね、若い心を持ってないと少年漫画描けないからね、常に中二心を持ってないと。うん、まあ、だからどうなんだろうね、自分では若々しいというか若作りはしてはいるんだけど、もうこれで完成や。いや、完成ではないな。ちょっとこっから少しだけ、なんだろう、濃淡つけていきますね。こっから少し濃淡つけてまいります。歯医者の人みたいな。はい。こっから少し濃淡をつけてまいります。歯医者じゃねえな。なんだ。なんだろうな。わからん。なんかの解説の人。濃淡つけてまいります。うまくいくでしょうか。うまくいかなきゃ困ります。あまり時間かけたくないです。雑だな雑ですね、雑です。まあでもちょっとね、落書きなんですいません、許したってくださいよ。いつもなんかその落書きの、なんだろう、ツイッターになんか上げてる絵とかは、まあこんなクオリティで上げてますからね。うん、仕事でね、使う絵とかはあんまり上げられないんで、その分落書きで僕楽しんで描いてるんですけど、まあ落書きなんで時間もやっぱかけたくないし、サクサクっとね描ける方が、ちょっと眉間にシワ寄りすぎですねなんかちょっと怒ってるみたいになっちゃったんで、ちょっと削って、こっち描くの忘れてた。あれ、ルーシーって爪何色だったっけな。特に設定はなかったと思うんだけど、その時によって変えてたかな、ちょっと覚えてないな。ちょっとこの抜けひどいな、これ落書きとはいえね、ちょっとこの抜きかっこ悪いんで直しますね。はい、爪はなんか服の色に合わせてたような、あれ、それエリーだったかな僕の作品のね、あのヒロインごとにね、マニキュアの設定も一応あるっちゃあるんですよ。忘れてるからもう設定あると言ってもどうしようもないんだけどさ、確か僕の覚えてる限りだと、あのレイブのエリーというヒロインキャラは、あ、ネイルの色はですね、確か服に合わせてた気がするんだけど、
ルシーもそうだったかな。ちなみにレベッカはあまりネイルしない設定です。うん、まあゲーマーなんで、あいつはゲーマーだからしないってわけじゃないんだけど、普段からまあゲームやってるんで、めんどくさくてやってないって感じですかね、設定としては。あ、また下の方で書いてるね、すみません、これもうほんと申し訳ない。またこれ気をつけないと。隣に一人欲しいな、アシスタントが。下になってますよってこう言ってくれる人が。もうちょいアップにした方がいいか。これもね、本来なんかあの引きの方が塗りやすいっちゃ塗りやすいんだけど、あんまり引きでね絵を見せてても多分見てる人が面白くないと思うんで、ちょっとあえて寄りにして、寄りでもなんかそんなにやりづらいかって言ったら、線に比べたらはそんなにやりづらくはないかな。めっちゃ噛んだけどいや元からねよく噛むし滑舌は悪いんで申し訳ないんですけど、はい、自分でも分かるぐらい噛むと恥ずかしいね。さて、なんか頬のテカリみたいなの入れようかな。頬のテカリじゃない、頬の赤らみかね、なんかちょっと頬の赤らみみたいなの入れた方がいいかな。入れましょう、入れます、ちょっとだけ、あんまり入れすぎないようにして、でちょっと暗い線、暗い影か、暗い影を作ります。これちょっと引いた方がいいですね、ちょっとだけ暗い影を作ります。ここな、あ、ちょっと待って、アラームバイトしますありがとう本当にやっとおうかなあ、そう、バイトで思い出した、バイトじゃないんですけど、やっとおうで思い出した。実はですね、皆さんのおかげでですね、ちょっと編集してくれる方が見つかるかもしれないというか、見つかったというか、はい、見つかりそうなんです。いや本当ありがとうございます。いや助かりますよ。なんか編集やりますよって方から連絡が来てですね、はい、やせっかくだからやってもらおうかなとは思っているんですけど、うん、いやほんとめちゃくちゃ助かりますよ。まあ、自分でもね編集やるの楽しくなってきてたとこなんで、自分で編集やる動画も作っていこうかなとは思うんですけど、任せられるやつはさすがにね、プロに任せた方が絶対クオリティ高いものになるんで、これこそはって思うやつとかね、そういうのはちょっとプロの動画編集の方に任せようかなと、これ今後ね思っていきますんで、はい、よし。あ、そうだ、また忘れてた、これあれだよね、みんなレイヤー構造とかさ、そういうの見たいって言ってたよね。コメントちょっと一旦非表示になっちゃいますけど、そっちに変えますね。これいつも忘れるんだよな、クリスタの全体にします。全体がうまく機能してない、なんかコメントが若干漏れてるよいしょと、こんな感じか。これでまあ僕が使ってるレイヤーとか、俺のせいで見えないな、この俺のキャラのせいで。ちょっとこいつちっちゃくできねえかな、こいつちっちゃくして、もうちょいこっちの方に、これでいいかな、これでいいかな。今ねレイヤーこんな感じになっております。これが肌のレイヤーで、その上にクリッピングしてるのが影のレイヤー。今回は定山じゃなくて普通に色つけてます。はい、そしたらちょっとテカリ入れていきましょう。うん、先生、夏とルーシーはいつカップルになるの？ふふ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 ふ、いつなるんでしょう。ならないかもしれないしね、なるかもしれないし。でもさっきもってか冒頭でもね言ったんですけど、僕この今の2人の関係性めっちゃ好きなんですよ。うん、あんまり崩したくないなって気持ちもねあるっちゃあるんだけど、分かる人いるかな？今日こう見に来てくれてる人は全員もうあれなのかな、カップル中なのか、うん、カッ
プルはそのファンの人たちが妄想してくれたらいいなと思ってるんですけど、実際にねその本編の方でそういう関係にはねなるかどうかっつったらまたそれ別問題だからね。よし、もうこんなもんでっかな。ちょっとこっから目の中塗っていこうか。目の中塗っていきましょう。はい、ちょっとこの辺にテカリみたいの入れたい。ちょっとだけね。よし、さて目の中塗っていこう。目はもうめっちゃ早い。もうこれ統合しちゃうからね、僕ここのなんだっけ、影作ったレイヤーもうすぐ統合しちゃう。めんどくさいんよ、なんかこういうレイヤー増えていくのだからレイヤー作ったらすぐ統合しちゃう。あ、そう、目はね、これもなんかの動画でも言ったんだけど、めっちゃ早いよ。このさっきのこの肌のレイヤーの下に1個レイヤー作って、もうここ目にしちゃうんで、めちゃくちゃ早いです。もうこうはみ出すのとか関係ないんですよ。ブワーって塗っちゃう感じですね。もう肌の部分で勝手にクリッピングされてるんで、余計なこと考えずに色分けとかしないっていうね。もう絶対そっちの方が早いから。もちろんね、丁寧にやりたい人はいくらでも丁寧にできると思うんでね、やってもらっても構わないんですけど。で、まつげじゃないや、白目の部分の影を入れて、口のね歯の影も入れて、はい、目の影も入れて、目の影をこう夏の白目の部分ね入れて、よし、もうめっちゃ早いでしょ。これでもう目だからね、もう目じゃんもうこれで目なんだよ。少年誌のねこの男の子のキャラってこういう目のキャラ多いから楽でいいよね。三白眼でさ、そんなに書き込みがない感じだからさ、書きやすい。あ、ちょっとここでルーシーの目のテカリを気になったんで、もうちょい入れます。ここに白で、こちらからのテカリをキュイーンと。あー、これでもいつものルーシーが出来上がりと。さて、こっから髪の毛塗っていこうかな。あ、これもうね、もちろん統合します、めんどくさいんで。はい、統合。今レイヤー1枚です。こんなん別に後から直せるからね、いくらでもレイヤー統合しても。うん、あんまりレイヤー数増やさない方がね絶対早く描けるから。さて、ここから髪の毛を塗っていこうと思うんだけど、今ちょっとね引きの画面で気づいたんだけど、夏の髪型がちょっと気になってしょうがないんで若干修正入れますね。なんか知らんけど、夏の左側のこの辺りがちょっとなんかスネちゃまみたいになってるんで、ちょっと直させていただきやす。なんでこんなになったんだ、ボワーってなってたんでね。これもちょっとあれだよね、見えてないところの弊害だよな。これでいいだろう。うん、まともになったと思う。ほんで今度は若干夏の肩幅が狭いのが気になってきたな。これも直そう。これはまっすぐ直ります。よいしょ。こんなもんかな。PC のね、ツールでサクッと直せちゃうんで。あとここに、あれか、こんなようなラインがあった気がするな。よし、OK。あ、ちょっと今気づいたんだけど、ここ、あれですね、ルーシーの肌が一箇所塗ってないですね。ここちょっと塗っちゃいますね、サクッと。サクッと、まあ、一瞬で終わるでしょう。はい、これを一瞬っていうのか分からんけど、まあ、サクッとは終わりますね。はい、よし、髪の毛塗っていこう。ちょっと待ちを。学生パロ、何の話？デジタルって便利。そうね、便利だね。うん、
ちょっと待ってね。色選びのコツって何かありますか？色選び、何の色選びだろう。肌とかなのかな。僕はね、もうあれなんですよ、パレット作っちゃってるんですよ。たまにそのパレット使わない時もあるんですけど、基本的にはもうあの人物の肌の色ってパレットを作っちゃってて、もう左に見えてる、これ分かる？こういうなんかなんかいっぱいあるんだけど、これが僕の今のパレットなんですけど、この中から肌色はもうこれ、影はこれってもう決めちゃってるんですよね。うん、これが肌、あ、ちょっと待った、すいません。これが肌色で、で僕だったらこれが影の色で、これが最も濃い影の色っていうふうに、もうパレットの中に色が置いてあるんで、これを使って塗っていく感じです。でも、まあ、あとはね、ちょっと境界線をこうぼかしたりとかさ、境界線を少しこうぼかしたりとかしながらなじませていくって感じだね。で、あとは白でテカリを入れたりだとか、肌にね、ちょっと若干青みを入れたりするとね、いい感じになったりするんで、青をこう入れてみたりとかね、こんな感じでね、色を選んでますよ。あとね、初心者の方とかは特にそうなんですけど、僕も若い時よく言われたんだけど、あまりたくさん色使わない方がいいですね。うん、いろんな色使いすぎると絵がとっちらかっちゃうんで、なるべくなら色の数を抑えた方がいいかなって気がしますね。はい、って言ってる間に夏の髪の毛、はい、バケツツールもすごいよな。もうほぼほぼ一瞬で完成だもんね。ね、恐ろしい、このデジタルの力。ポンってやるだけでほぼほぼ完成。まあちょっとこういうとこも欠けとかできちゃうんだけどさ、こういう欠けとかは、まあ、こうやってやって直していきつつ、はい、もうほぼ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 夏の髪完成。早い早いですね。夏の髪じゃ塗っていきましょう。さてと、これをもう投げ縄塗りでバーって塗っちゃおう。こんな色だったっけや、こんなこんな色だったか。まあいいか、まあ後でね調整すればいいや。はい、あ、そしたらさっき言ったようにもタコをなじませていくみたいな作業をねやったりして、まあちょっとね落書きクオリティなんで、そんなにあの綺麗には塗らないですけど、そこはちょっとご了承くださいね。あんまり綺麗に塗ってたら多分これすごい時間かかるんで、普通にキャラ1人より2人の方が時間かかるってのもあるからね。いつもさ、落書きって大体配信キャラ1人ぐらいしか書いてないじゃないですか。これまあ2人以上書くと時間かかるからなんですよ、しっかり書くと。今回ちょっと2人分なんで、あのちょっとその辺も気をつけないとめちゃくちゃ時間かかると思うんで、少し、はい、ちょっと雑って言い方もあれですけど、落書きクオリティってことにしといてください。あ、ちなみにそう、1個忘れておりましたけども、アイコン企画いつもやってるんですけど、そのアイコン企画で書くアイコンもですね、皆さんにお渡しするものとはいえ、ものとはいえ落書きレベルなんで、無料なんでね、そこはちょっと許してください。よし、もうこんな感じでいいでしょう。また下の方行ってるね、ほんと悪い癖だね。すいません、誰か怒ってくれ。誰か怒ってくれ。本当にお前下の方で書くなって怒ってくれ。さて、じゃあ髪の毛テカリ入れようかな。夏のテカリはピンクだね。あ、これちょっとオーバーレイで、あ、違う、スクリーンレイヤーで入れちゃいます。めんどくさいんで。はい、これもねちょっと仕事で使うところ絵だったらもうちょっと丁寧にやるんですけど、今回はもうこの辺、このぐらいで。はい、そしてこれ隠し味、隠し味です。何が隠し味だった話だけど、ここねちょっと黄色でルーシーの髪の毛の色ちょっとここに反射してるような感じにしたいんで、ちょっと入れます。隠し味ですね、完全なる。はい、もうこれで方法完成。次、ルーシーの髪の毛描きます。ルーシーの髪の毛はさっきのこれでボーンと。あ、でもねちょっと薄い色だからちょっと濃いめの色で先に塗ってもよかったかな。これ黄
ひい。あ、やべ、腹鳴ってるわ。ごめん、腹の音聞こえたらごめん。めっちゃ今腹が鳴ってる。今日も朝から何も食ってねえんだよな。終わったら食うわ。よし、そして、髪の毛テカリ入れていこう。最近ですね、僕あのとてもお気に入りのねお店がウーバーで見つかったんですけど、あのね一回トラブルがあって、ウーバーってたまにあるじゃないですか、あの届いた届かないみたいな、そういうトラブルね。それがそのお店でも一回あって、それ以来ねなんか知らんけどね NG にされたんですよね。はい、配達 NG みたいになってるんですよ。すげえ悲しいことに。めちゃくちゃそこの飯好きだったのに、一回トラブっただけで。しかもそのトラブルも多分あれですよ、配達員の方のミスなんですよ。あの配達終わってないのに配達済みになってたんですよね。なので僕なんか全然届かないのに配達済みになってるから、なんかバグかなと思ってキャンセルしたんですよ。そしたらね、実はあのそっから30分ぐらいしてからやってきてですね、配達員の方がキャンセルしましたけどみたいな話して、若干そのお店の方とねトラブルになってそれ以降ねそのお店ね僕のとこ配達してくれなくなっちゃいました。俺悪いわけじゃないんだけどなって思ってんだけど、いやほんと悲しい。めちゃくちゃそこの料理好きだったんだけど。あれ、こんな色だったかな髪の毛。いっか、こんな色で。ここからさっきみたいにね、夏と同じようにちょっとだけこう濃淡をつけていきます。あとそうだ、うちの今これ書いてる環境なんだけど、うちのあの PC の近くにさ、結構デカめの、後ろになんだけど結構デカめのね、なんだっけこれ、複合機が置いてあるんですよ。この複合機がですね、あのたまにたまにですね、めちゃくちゃ勝手にアイドリング作業を始めたりして、すげえ 音鳴らす時があるんで、それがね、もし配信中に被ったら本当申し訳ない。たまにね、アイドリング作業があるんですよ。なんか再起動なんかなんか知らんすけど。だからもう本当ね、普通に考えて配信する環境ではないんですよね。救急車の音聞こえるし。ちゃんとした部屋作んなきゃなと思うんだけど、それはちょっとめんどくさいんで。っていうか、そもそも僕ちゃんとした配信者ではないのでね、別にいっかなと。いずれまあね、もし長く続けるんだったら考えてもいいかなと思うんですけども、あ、もうほぼほぼできたと。ルーシーは髪の毛は、テカリは白でいいかな。いつもだいたい白でやってるんで白でいいと思います。また腹が鳴ってます。はい、何食おうかな。なんで突然って話だけど、何食おうかな今日。こんな感じかな。でルーシーは今度は夏の色をね拾ってきて、隠し味に髪の毛の先端とかにねちょっと入れます。はい、ちょっと隠し色に、あ、ピンクを入れるとこんな感じになります。よくないですか。ちょっと分かりづらいけど、あんまり入れすぎるとねちょっとピンク主張しちゃうんだけど、ちょっと軽めにピンクを、はい、入れます。こんな感じです。なんか一緒、隠し味、隠し玉。はい、あ、スパチャもらってた、ありがとうございます。すみません気づかなかった。彼女も彼女括弧の稲付けに続いて、夏ルーシーリサーナで二股交際しちゃいましょう。いいんですね。はいはい、増島先生の作品大好きです。もし可能であれば、夏ルーとガジレビの子供たちを描いてほしいです。わあ、ありがとうございます。どうだろう、ちょっと僕ね、この辺のおやつは、100年クエストの方に任してるんで、そちらの方でね、お楽しみください。はい。さて、ちょっとね、一旦休憩しましょう。ここで別のイラスト紹介しましょう。うん。ここでね、たくさんもらってるイラスト紹介をいたしたいと思います。はい、さっきどこまで紹介したっけ？ここまでか。
じゃあ続いてはここからここまで、はい、イラスト紹介のコーナーです。はい、こちらイラストモノクロですけどね、綺麗ですね。ありがとうございます。上手だね。なんか絵の感じが僕の絵にねすごい似ててありがたいですね。二股ダメ、まあそうだよね二股ダメってコメントが、そうですね。はい、じゃあ続いてのイラストはこちら。うわー、ピンク、なんか可愛いね。これすごい可愛い。何してるとこなんだろうな。なんか何か見せて夏が照れてる感じだね。何かを見せて夏が照れているはい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。おー、うまい。あれ、さっきのガクパロのやつやんめっちゃうまい、めちゃくちゃうまいです。うわー、まだ腹減ってきた、これ見たら放課後なんかデートしてるような感じのね、ナスとルーシーですね。はい、上手だなありがとうございます。はい、続いてこちら。あー、なんか俺ナスとルーシーらしいね、ハッピーもいるけど構図でいいですね。ありがとうございます。はい、続いてこちら。おお、これはパリピな感じの松とルーシーね、サマーということでありがとうございます。はい、続いてこちら。おお、うまっうまっ、出た、めっちゃうまっ。いいですね、色使いも構図もう全部いいね。これ上手ですね。いや、綺麗、ありがとうございます。はい、続いてこちら。これもモノクロではあるんですけど、なんだこれ、夏がグイグイって言ってる感じですねねえ、はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。これは縦と下の逆さまになってるね、構図で。はい、逆さまですけど上手に描けてます。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。あ、かわいいなんかかわいい、これアイコンっぽいね、ありがとうございます。はい、続いてこちら。うわ、うまっまたやばいの来た、うまい、何これ、プロですか何これ、プロのイラストレーターですか、これめっちゃうまいんだけど。すごいね。なんかソシャゲとかの SSR とかでありそうだよね、もうこういう絵がね。塗り超うめんだけど。わー、ありがとうございます。あ、スパチャありがとうございます。海外の方なのかな。センキュー、スパチャセンキュー。はい、続いてこちら。はい、かわいい、またこれ超かわいい、手つないでますよね、夏とルーシーが。はい、これしかも映画のファッションかね、これ。うん、映画じゃないか。うん、ありがとうございます。はい、続いてこちら。あ、上手、ちょっと胸がすごいタワーですけどはい、上手です、ありがとうございます。これもあれかな、あ、これはバックパローじゃないのか。うん、でもなんかあれか、エンディングかなんかであったやつなのかな。なんかね、オープンカフェみたいなところで2人で話してる感じですね。はい、ありがとうございます。はい、こちら。うわ、かわいい、これもあれですね、子供が参上ハートマークを作ってます。これなんかナッツもルーシーもセーラー服着てるように見えるけど、あ、違うか、そういうわけじゃないのか。お揃いのセーターみたいなの着てるんだね。これなんか知らんけどさ、ここにね、なんか下の方にメイビスとなんかウェンディーとシェリアっぽいの見切れてるのもちょっと気になるよねね、でもありがとうございます。はい、続いてこちら。あ、これは海外版のさっきのやつ、エチャみたいな感じなのかな。うわー、すげえ、あざす、すごい、めちゃくちゃいっぱい。あ、違う、これ全部同じ人だ、全部全部同じ方ですね。一人でこんなたくさん描いた、多分今までのやつとかも集めてんだろうね。うわ、ありがたいな、すごいね、これ全部同じ人ですね。うわ、すごーい、たくさんね。これちょっと一枚一枚見てるとあれなんで、皆さん気になった人はね、一時停止して見てみてください。うわ、すごい、ありがとうございます。はい、というわけでね、まだまだ来てるんで、後で紹介したいと思います。さてさて、続いてですね、ここではちょっとですね、あれを やろうかな。あれってなんや、あれ、ちょっと待って、今探してるから、フォルダ。あれだ、あれ、どこ行った、
見つからん。どこ行った？やべえ、見つからなくなっちゃった。あった。これ。じゃじゃーん。はい。ナスとルーシェの描き方講座です。まあ、絵描かない人はね、全く興味ないと思うんだけど。うん。あれ、違う、これじゃなかった。もうね。何なの？いっぱいいっぱいですよ、なんか。あれ、どこ行ったっけな？マジで行方不明になっちゃったよ。あれ？これじゃないよな。やべ、マジでどっか行っちゃった。これね、講座みたいなの作ったんですよ。講座みたいなの作って、それをせっかくだから皆さんにも発表というか、ね、シェアしようかなと思ったんですけど、あれ、どこ行ったのやっけな。デスクトップか。ちょっと待ってね。完全に行く不明になっちゃったよ。どこ行った。あった。すみません、お待たせしました。ありました。こちらです。レイヤーに分かれてると思うんですけど、こちら。ね、ナツとルーシー描き方講座ということでね。はい。まずね、基本的なところからいこうか。基本、これね。こちら。当たりの取り方なんですけど、まあ、これは別にナツとルーシーに限らずなんだけど、いろんなね、漫画、キャラクターの描き方のね、定番ではありますよね。で、大体ナツとルーシーは、この十字取って、この十字の真ん中あたりにね、目が行くようにしてます。こんな感じ。目の描き方ね。ルーシーはちょっとアーモンドっぽい感じなんですよね。で、ナツは少し半月っぽい感じかな。を意識して描いてくれるといいかなと思います。はい、そして、あれ？目のもう一個あったんだよな。目の描き方があった。これだ。はい、こちら。はい。まあ、ガイドラインの真ん中あたりに目を描くんですけど、目と目の間ですね。間隔。だいたい目1個分ぐらい開けるようにしてます。まあ、夏とか、だいたいのキャラが僕そんな感じですね。で、これ。奥に見えてる目の方が気持ち小さい。まあ、これも絵の基本なんですけど、こう正面向いてるときは目の大きさ同じだとして、こっち側にこう向いていくとだんだんこう目がね、向こうの方に映ってる目がちっちゃく見えていくっていう、そういう形になってますね。はい。で、続いてこちら。はい。ガイドライン。はい。鼻と口、これは別に何でもいいけどね。鼻と口はね、ガイドラインからちょっとずれてても大丈夫ですよっていうのと、まあ、初心者的には、口が開いてる絵よりね、こうニッてしてる口とかの方が描きやすいと思います。はい、続いては、あ、これ輪郭忘れてた。これ、もう一個あった輪郭。はい、輪郭もう一個ありました。こちら、球体を描いてですね、その後まあ、いらない部分をちょっと削る感じ。これもあれですよ、球体から描く場合ですよ。いらない部分をちょっと削って、頭の部分はちょっとはみ出すと。で、目はガイドラインの上に描くと。で、輪郭のイメージはね、丸と下がこんな感じの顎のラインなんだよね。これだと本当分かりづらいんだけどさ、なんか人間の頭ってさ、なんだろうな、これでいいや。人間の頭ってね、こう球体とリアルで言うとさ、こんな感じなんですよね、実際は。漫画のキャラだから少しなんか顎が尖ったりとかするけどさ、実際にはこういう形なんですよ。球体とここになんかこうもう一個四角い何かがこうくっついてるみたいな感じのイメージしてくれると分かりやすいかもしれないですね。これがだいたい人間のこう骨格なんで、横から見るとこんな感じね。これ丸の部分、ここなんか四角の部分、これ首、こんな感じなんでね。まあそれはなんか漫画なんで、こう顎をねこうシュッとさせるみたいな感じでやってるって感じかな。うん。で、目の描き方、これ細かいんよ、目の描き方ね。まあ、これ一時説明するのめんどくさいんで、気になる人はちょっと一時停止してみてください。はい。特にまつげかな、まつげ垂直とかバラバラとか逆向いてるとか NG なんで、立体的に描きましょうってことだね。はい。まあ、こんな感じでね。あとこれ、そう、これ魔法のテクニック、これです。上手に見えるコツ、裏技知ってました？これ
ペン、線画のね強弱をつけるとそれだけで少し上手に見えます。不思議なんだけどね、ほんとそうなんですよ。ペンの強弱つけるだけでちょっと上手に見えちゃうの。これちょっと例で書いてみたんだけど、これ強弱のない線と強弱ある線全然違うでしょ。これねすげえ不思議なんだけどね、強弱つけた方がちょっと上手に見えるっていう超不思議なんですはい、もしね絵描く方で興味ある人は試してみてください。これがやりたかっただけでした。はいありがとうございました。さあ絵描いていこう。色塗っていこうかな。もう次はもうほぼほぼ次もう完成なんだけどな。もうこれで服塗ったらもう完成だからね。はい、めんどくせえから僕ここもうレイヤー一緒ですすごいすごい適当でしょ。一応肌とは分けてるけど、肌と髪の毛で分けちゃう感じなんで。でここからはもうね服塗っていくんですけども、どうしようかな。一気にバーってもうね上山バーってやった方が早いんで、その早い方向でやっちゃいますね。あまり時間かけたくないので、ブワッとビッとやっちゃいます。あ、違う、あれ、これなんだ。あ、OK、なんでもないです。服の塗りもね、こう下へ下へとレイヤーを作ってってめちゃくちゃもう時短しますよ鬼ほど時短します。下にこうレイヤー作っていくことでね、こう塗り、投げ縄塗りがめちゃくちゃね、めちゃくちゃ仕事してくれるんですよそれはね、マフラーの時に分かると思いますよ。まあ、ここでもだいぶ今仕事してるけどね。あれ、ルーシーのリボン何色だっけな。まあ、いいや、これでいいや。はい、ピアス何色だったっけな。ピンクでいいか。はい、で、ここもオレンジ。夏のマフラーね、これ本来ならさ、本来ならもうあれなんですよね、夏のマフラー塗るときって、まあ、こうやって塗っていくんですけど、まあ、これでも十分早いんだけど、もうね違うんですよ。投げ縄塗りでこれ割るんですよ早いでしょ。だからいつもこのやり方でやってます。そしてあとはルーシーの、あー、白い部分だけちょっとあれですね、めんどくさいんで別レイヤーにしよう。まあ、めんどくさいっていうのはちょっと調整がめんどくさいんで、別レイヤーでこう赤く塗ってから白にします。これあれなんだ、あ、なんでもない。はい、色彩とかのウィンドウは見えてないんだね。なるほど。はい、そしたらもう服はもうめんどくさいんで全部統合。これめんどくさがり屋の最強の技です。全部統合です。口の中まで塗られちゃってる。これちょっとミス、すいません。口の中ちょっと直します。はい、はい、よし、これでちょっと面のところがはみ出しちゃってるね。目も白く切り抜くと。よし、OK。 そしたらもうこれはこの上に上山レイヤーを作ってもう影で塗っちゃおう。サクッとサクッと塗っていく、時間をかけずに。もうそしたらもうほぼほぼ完成だな。完成したらちょっと飯食いがねえと。いや、どうしよう。何食おうかな。めっちゃ腹減ってんだけどさ。いや、今日ね、ちょっと配信いつもより早いし、火曜初めてか、この絵描くやつ火曜日やるの。だからちょっと準備しなきゃなと思ってね、いろいろ準備してたんだけど、ちょっと仕事もね、メインの仕事もあって、意外と朝からね、ちょっとバタバタしてたんでね、何にもそれで気づいたら、飯食うの忘れてたんですよね。飯食うの忘れるって意味わかんないんだけどさ、今頃になってめちゃくちゃ腹減ってきてんだけど。
欠けがあるのが恥ずかしいんで直しますね。はい、さてさて、もうこれでほぼほぼ完成なんだけど、ちょっとさすがにもうちょいクオリティを上げようか。あ、しまった、あれだわ、ルーシーのあれだね、ネイル塗ってなかったわ。ルーシーのネイルもちょっと塗ろう、気になる。早いもんだな、本当にこんなんでバーってね塗れちゃうのはね。まあそれはもうね、全部落書きクオリティなんで、うん、何度も言うけど仕事絵とかね、ちゃんとした絵は時間かけて描きますんで、それなりに。黒って塗るのめんどくさいんだよな、めんどくさいっていうか、なんか難しいんだよね黒ってね。うん、あんまりなんか塗りすぎるとさ、もう本当に絵沈んじゃうし、 影とかもねちょっとつけづらいしね。黒はね本当センス分かれるところだね、難しいしね。一時期なんか茶色い影とかね、あの入れるのとか流行ったんだけど、自分の中で。最近はなんかやっぱ青系かな。よし、あとはちょっとテカリ入れて、ちょっと忘れないうちにちょっと、ね、ネイルだけやっとこうか。何色にしよう。じゃあ夏流の日なので、夏のピンク、夏のピンクと自分のヘアカラーを混ぜた色っていう風にしようかな。匂わせ系の何を匂わせてんだったな。はい、よし、はい、匂わせ系です。そしてちょっとテカリ入れていこう。もう一個暗い影あってもいいんだけど、ちょっとまあ落書きなんでね、今回はこれぐらいでいいでしょう。ちょっとテカリはちょっとでも入れていこうかな。マフラーか、マフラーちょっともうちょっと明るくしたいね。マフラーはこれの地の色じゃないんで、もうちょい明るくしていきたいなと思っております。ん？めっちゃ匂わせてるうん、匂わせですね。ほぼほぼ完成です。まあでもちょっとね、背景はいっか、めんどくせえから、背景の方が一色でバーってやっちゃってもいいね。背景一色にしてもいいので、まあ後でちょっと仕上げるとして、なんだいイラスト紹介しとこうか。もうこれ最後だと思うしね、最後のイラスト紹介しときましょう。これ仕上げまたちょっと後でやります、すぐ終わると思うんで仕上げは。はい、さあ、いただいたイラスト、さっきどこまで紹介したっけ。さっき紹介したのはここまでだから、次はここから、はや、ここまでにしましょう。はい、ここからここまで、はい。もう本当にめちゃくちゃいっぱい来たんよ、本当。夏の時よりいっぱい来てっからね。ね、あ、これ綺麗な絵ですね。なんかやっぱ黄色いなんかこうテカテカテカって背景にするの結構みんな好きっぽいね。ありがとうございます。はい、続いてこちら、うわ、かわいい、なんかこれ俺が描きそうな、アイコンで描きそうな感じのかわいい絵です。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら、うわ、かわいいめっちゃかわいい、なにこれ、クマ、オオカミか、オオカミと猫か、ハロウィンっぽいね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら、おお、いいっすね、夏って感じのね、夏ルーシーデイ、もうちょっとルーシーがボヨンボヨンしてますけどはい、ありがとうございます。はい、続いてこちら、はい、こちらかっこいいね、なんか
夏がマフィアのボスっぽい。あざす、かっこいいです。はい、続いてこちら、これ何語だろう、読めねえ。え、なんて言ってんだろう。スヴィンヴェンス、ハッピー、ああいうハッピーみたいな感じなのかな。どうなんだろうね、何語なんだろうそもそも。フランス語。へえ、あざす。はい、続いてこちら、おまた海外から。はい、 Do you even ん Do you even lift happy、 あなたはモテますか。イーベンってなんだろう。I saw I lift fish lip and then I eat them。オイラは魚持てるよ、それとその後食べます。 I don't think either of you are doing it right。 うわ、これわからんな。もうわかる人いる。あ、同じウェイトで持てるってこと。あざす、かわいいね、ありがとうございました。はい、続いてこちら、うわ、なんかいい、ふわふわっとしててね、色使いとなんか線の感じがいいね。はい、ありがとうございました。はい、続いてこちら、あ、これは中国かな、夏ルービーカイ、なんて読むんだろう。ね、ルーシーはね、このロシアのロなんですよ。ロに、セイって書いてルーシーなんですよ確か。中国版のね、見えちゃった、中国版のルーシーは確かね、確か間違えた、こう書いた気がすんだよな、これでルーシーだった気がすんだよな、あんまり覚えてないんだけど、夏は夏でいいのかな、わからないですけどね。まあ、おそらく中国のね、方だと思います。ありがとうございます。かわいいね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。うお、なんだこれ。すごいことになってるぞ。なんかサイケな感じだけど。あざす。これは、なんか TikTok のアイコンみたいになってるけど。ね、ありがとうございます。はい、続いてこちら。うわ、上手。かわいい。なんかすごいね。少女漫画チックな感じだね。いいね、なんかおしゃれな感じで、周りにあるアイコンとかもすごいポップだしね、ありがとうございます、かわいいです。はい、続いてこちら、おお、これはナッツとルーシー、これちょっと効果でね、なんだろうな、これパーリンノイズかな、なんか効果入れてますね、ありがとうございます。ノイズっぽいね、感じが、紙っぽい質感を出しててね、いいと思います。はい、続いてこちら、おっと、またこれはベイビーが、知らない間にベイビーがいますね、ありがとうございます。はい、続いてこちら、はい、これはうまいね、これもあれかな、映画のワンシーンみたいな感じかな、しかもこれはあれかね、どうやら翻訳使ってるっぽいね。どのように私は見えますか。多分俺は何に見えるっていうセリフなんだろうね、俺は何に見えるって言って、まあルーシーが夏って言ってるシーンかな。うんね、ありがとうございます。はい、あとはまだまだあるんで後で発表しようかな。うん、いや、ちょっと今のうちに発表しとこうか。どこまで発表したっけ、ここまで発表したから、いや、これ後でいいか、これはまあ、じゃあちょっと次はエンディングの時でいいかな。うん、はい、でね、ここでね、もう一つ今回の、アイコン企画ね、やりますよ、やりますよっていうか、もうごめんなさい、今日はやってやります、前回と一緒で。前回と一緒でまたやってありますけどもね、やらないといかんのかなということで発表したいと思います。今回の当選した方こちらでございます。はい、こちらね、夏ルーエもね応募してくれたんですけど、こちらもちぬこさんっていうのかなね、めっちゃくちゃ細かく指示が書いてあります。っていうかね、キャラクターも普通にうまいんよ。めちゃくちゃうまいんよ、元から。
これだ、僕書く必要あるかなと思ってるんだけど、もうキャラの設定もね細かく決まってるし、僕書く必要あるかなと思ったんだけど、まあ一応ね今回当選ということで、はい、あとね今回ちょっとあれなんですよね、時間ないなと思ったんで先にまたやっておいております。はい、下書きこちら、私の書いたキャラクター、持ち猫さんのキャラクター、こんな感じになりました。はい、これにペンが入ります。はい、こちらペンが入るとこうなりますね。はい、そしてここに色をのせるとこうなりますと。はい、完成。こちらがね私が、描いたキャラクターとなります。てかまあもともとね設定が細かく決まってたんで、もうほぼほぼその通りに描いただけなんですけども、うん、まあ、こんなんで満足してくれると嬉しいなと思うんですけども、ポイントはですね、これ白衣とパーカーはどっちも白なんですよ、このキャラクターなんですけど、ここあえて白なんだけど違う色のね影にしてます。まあ、そうしないと若干ね沈んじゃうなと思ったので、そこが一つポイント。あと髪の毛も白なんだけど、髪の毛、パーカー、白衣、全部違う色の影をつけております。はい、持ち猫さん、持ち猫さん、持ち猫、持ち猫さん、おめでとうございます。これね後でお送りしますんで使ってやってください。あ、それとね、あの当選した方にいつもね僕はあのフォトショーデータと、ピングデータ渡してるんですよ。なんでピング渡してるかっていうと、背景透過できるようにですね渡してるんで、背景自由にやってもらって構わないんで、うん、好きに加工してください。皆さん結構背景まんま使ってるんでね、背景は好きに加工できるように透明データで渡してるんで好きに使ってやってください。はい、おめでとうございました。ごめんね、書くとか見せられなくて、多分時間ないなと思ったんで。はい、じゃあこれ仕上げやっていこう。もう仕上げってもうやることないんだけどさ、ちょっとまあ背景入れるぐらいかな。背景どうしよう。みんななんかあれだね、黄色のテカリみたいなの入れてる人多かったね。俺もそうしようかな。黄色でもルーシーの髪の毛と被るんすよね。こんな黄色じゃないね、もっと暖かい感じの黄色。これでなんか背景がキラキラってなってる感じにすればいいのか。ブシャー急になんか結婚が書きたくなる。ブシャー怖いスプラッタ。じゃあね、これじゃないです。はい、すいませんでした。背景を書きます。何で書こう。あまり使わないんだけど、こういうなんかエフェクトペンとかで使うと綺麗になるかな。いや、これはちょっと違うな。普段使わないものをやろうとすると違うな。テクスチャー、これか。これでいいや。で、ここからポワポワっていう光入れたいな。そういう時は発光を使うか発光を使うか。発光、殿下の宝刀、発光、ザデジタル絵になる発光。 あんまりだからね、個人的には好きじゃないんだけどさ、でもこれすげえ機能だからね、ザデジタル絵になってしまうんだけど、これを使うとね、そのデジタル感満載にはなるんだけど、超いい感じの光が演出できるんでいいんじゃないでしょうかはい、そしてもうこれめんどくさいからいつもの通り統合と。でキャラも全部めんどくさいから統合で、キャラにグラデーションマップをかけると、色調補正、新規色調補正レイヤーグラデーションマップで、ナッツとルーシーなんで暖色系、暖色系のグラデーションマップをかけると、しかもちょっと薄めがいいな、あんまりかけすぎない感じ。どうよ、完成でございます。はい、完成。もうめんどくさいから完成したら全部統合だ落書きだし、仕事だったら分けとくけど、落書きだから全部統合。はい、完成しました。
あざっす。はい、ありがとうございます。あ、さすがです。あ、ありがとうございます。はい、どうもルーシー、はい、最高です。はい、ありがとうございます。パチパチはい、サンキュービューティフォー、ありがとうございますね。こんな感じで完成いたしました。皆さんありがとうございます。あんまり今日ね、落書きできなかったんですけど、またね、落書き配信、どっかでやると思うんで、今週末はさすがにやらないかな。今日配信したんで、うん、今週末はあのライブ配信やらないと思うんですけど、そもそもさ、絵を描く配信ってそんな習慣でやるもんじゃなくない？最近ちょっと思ったんだけど、毎週毎週やるの飽きるでしょ。毎週だって変わり映えしないからさ。ゲーム配信とかならね、毎回違った絵が見れるけど、お絵描き配信、まあ絵は違うけどさ、絵面っていうのかな、基本的には地味じゃないですか。だからね、ちょっとあんまりやりすぎると、もう飽きられるの早いかなと思って、ちょっと控えようかなとは思ってはいるんだけど、どうかな。ちょっとその辺ね、皆さんの意見も聞きたいんですけど、あと、なんかあれだね。え？何？6頭身のグリフお願いします。またよくわからんやつ来たけど、グリフ6頭身ができないから、わけわかんないこと言うのやめてくれる。やらないよ、そんな。なんかあんまり、毎週毎週やりすぎると、多分なんか飽きられるの早いかなと思って、ね、どうしようかなと思ってんだけど、月1とかさ、それでもいいかなと思ってるんですよ。え、声かけ配信って。ね。それ以外になんか配信したかったら、なんかゲーム配信とかやればいいかなと思ってるんで、まあちょっとまあゲーム配信やる環境はまだないんですけど、うん。はい、6頭身のグリフです。ほんと6頭身か ?1、2、3、1、2、3、4、5、6。はい、6頭身のグリフです。はい、というわけでね。なんだこいつ、気持ち悪いな。今日はこの辺にしとこうかな。ほんとね、みんなの意見聞きたい。やっぱね、お絵かき配信習慣はちょっとしつけよとかね。うん。月1ぐらいでいいんで、なんかゲーム配信とかもっとやってくれとかね。そういうのあったら。ゲーム配信やりたいんだけど、ほんと、チャンネル分けようかが一番迷いどころでね、どうしようかなと思ってんだけど。新しくチャンネル、ゲーム用のチャンネル作るか、このチャンネルでやろうかっていうのがすごい迷ってるところでね。うん。そこだけなんですよ。その辺なんかいいアイディアあったらね、ちょっと。この後スペースやるんですか？ああ、そっか。今日火曜日か。いや、どうしようかな。別にもう話したいこと話しちゃったんやけどな。今日はスペースなくてもいいんじゃない？うん。今日もなんか話したいこといっぱい話しちゃったしね。まあ今日はスペースなくていいんじゃないですかね。はい。今週なんかあれなんですよ。今週さすがにね、ちょっと今まで食べ込んだ仕事もね、やんなきゃいけないんでね。うん、今週ちょっと土曜日の配信はなくて、まあ、さらにこの後のスペースも今日はお休みということなんですけども、まず飯食うわ。うん、まず飯食う。はい、先生がやりたいことをぜひ。 ありがとうございます。デスクリムゾンの配信やりましょう。マジで？あれやっておもろいっすか？なんだっけデスクリムゾンって。サターンだっけ？サターン一応持ってるけどね。デスクリムゾンか。うわ、上から来るぞってやつだよね。せっかくだから俺はこの扉に入るってやつだよね。あれあんの？きついなぁ。あ、スパチャありがとうございます。グレルー採用しですが、夏ルーのイラストほんと可愛くて大好きです。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。またいつかね、グレルも、まあね、書けるときあったら書いていこうかなと思います。はい。それっすって、デスクリムゾン。上から来るぞってやつよね。あれってクリアできるんだっけ、そもそも。モンハンやってほしい。はい。モンハンでもちょっと旬過ぎちゃった感ない？うん。まあまだやってるけどさ、僕自身は。配信としての旬は過ぎてる感があるよね。今やるなら逆にさ、なんかモンハン G とかやりたいもん。なんか。モンハン G とかなんか久々にやりたいわ。データあるかな。ね、まあ今回はねこんな感じにしようと思うので、はい、一応できますよ。これクリアのことかな。ただ僕の腕じゃねできないかもしれない。
レトロゲーとかね、いいかもしれないですね。そうそう、僕ゲーム好きなんだけど、ゲーム自体はめちゃくちゃ下手くそなんで、うん、あんまり難しいゲームやるとね、積む可能性がある、クリアできなくて。まあそしたらそういうね、そういう配信でいいと思うんだけどさはい、まあ、最後にじゃあイラストで紹介していこうと思います。はい、こちらです。はい、あ、来てるかな。はい、来てました。はい、なんと、はい、寝取られです寝取られ案件でございます。はい、あ、そっか、もうあれかな、エンディング流してもいいかな。いや、はい、こちら、うわ、上手、めちゃくちゃうまいやべえ、またすげえうまいの来た。これはちょっとたまげるレベルでうまい。ありがとうございました。はい、続いてはこちら、あ、これも上手ね、いい色使いです、ありがとうございます。はい、こちら、おー、これウェディング、ウェディングですかね。ハッピーナルデイということでね。はい、ありがとうございます。すげえ、なんかなんてイケメンですね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら、うわ、またうまい、ちょっとうまい人連続できてますね、ありがとうございます。はい、こちら、はい、上手、ちょっとセンシティブまあ僕の絵もそうか、いつも渡す。はい、続いてこちら、あ、かわいい、ありがとうございますね。夏ルーワッショイね。はい、続いてこちら、うわ、うまい、またすごいうまいの来ました、野生のマシュマヒロですあざーす。はい、続いてこちら、あ、上手、これも上手、ありがとうございます。はい、こちら、はい、ありがとうございます。はい、こちら、はい、かわいいね、ありがとうございます。はい、こちら、はい、これもありがとうございます。はい、こちらもありがとうございます。はい、うわ、なんだこの絵、すごいね、どうなってんだろう、ありがとうございます。はい、こちら、うわ、うまい、こちら、かわいい、こちら、上手。はい、間に合わないエンディング、はい、皆さんありがとうございました。というわけでね、みんなめちゃくちゃ上手すぎ、やばいです。というわけで今回この辺にしておきましょう。皆さんありがとうございました。また、じゃあねー、バイバイ。